こんにちは、管理栄養士泉です。今日は1日1杯飲むだけでダイエットにも疲労回復にも老化予防にも効果のある赤じそジュースを紹介します。今から作る赤じそジュースは材料3つで簡単に作れるし、ポリフェノールもたっぷりだし、さっぱりすっきり飲めるので、これからの季節にぴったりの飲み物です。赤じそは今の時期しか売ってないので、ぜひね、作って飲んでいただきたいです。動画の最後で赤じそジュースを作った後のしそで手作りゆかりを作っていきたいと思いますので、ぜひね、最後までご覧いただければと思います。今回使用する材料はこちらです。早速作っていきます。赤じそはこの状態で売られているので、茎から葉をちぎっていきます。この量で198円なので、めっちゃお得ですよね。茎のこの部分はゆかりを作る時に取らなきゃいけないので、ギリギリまで切っちゃってください。赤じそには青じそ同様に様々なビタミン、ミネラルが含まれています。共通に含まれているビタミンやミネラル、ペリルアルデヒドの説明についてはこちらの動画をご覧いただければと思います。赤じその赤い色はシソニンという色素です。ブルーベリーや赤ワインにも含まれるアントシアニン系のポリフェノールで高い抗酸化作用があります。目の疲労を緩和させたり、老化予防に役立つんです。赤じそならではの注目したい栄養素がロスマリン酸です。こちらもポリフェノールの一種なんですけど、抗酸化作用や抗炎症作用があるので、アレルギー反応を抑える働きがあります。近年では脳の機能や健康を維持する働きがあることも研究で明らかになっているので、うつや不安の軽減、アルツハイマー予防の治療としても期待されているんです。いつまでも若々しくいたい方に赤じそはぴったりの野菜なんです。茎を取る前で 300g だったんですけど、取ったら 180g になりました。これをきれいに洗います。土や汚れがついているので、2、3回程度しっかり洗ってください。軽く水気を切ります。絞ったりしてまで水切りをしてしまうと、赤じその栄養成分も一緒に流れていってしまうので、軽く水を切る程度で大丈夫です。鍋に水を1リットル入れたら沸騰させます。沸騰したら赤じそを入れて5分火にかけ、赤じその栄養成分を煮出します。はい、5分経ちました。お湯が綺麗な赤色になり、もう赤っていうか毒々しい魔女の薬みたいになってるんですけど、葉の方は緑色になったので、赤じそから栄養成分がしっかり出ています。火を止めて赤じそを取り出します。こんな感じのすくい飴は茶こしで取っていきます。このままこして、赤じそに残っている栄養成分も余すことなく全て抽出します。この残った赤じその葉は全てゆかりにするので、できる限りこしてください。ざるを使って一気に水切りをしても OK です。鍋の中に赤じそのかすが残っていたら、それも取り除いておきましょう。この中にリンゴ酢 150ml、エリスリトールスイート5倍を 40g 入れます。はい、いきなり出てきたんですけど、このエリスリトールスイート5倍。いつも動画内ではラカントで統一してたんですけど、家のご飯を作るときはこの甘味料とラカントを使い分けています。なぜならこの甘味料、コスパがいいからです。簡単に言うと、砂糖の5倍の甘みの甘味料なんですけど、単純な甘みが砂糖の5倍ってことなので、さっぱりした甘さが特徴です。砂糖独特のコクだったり深みはないので、煮物やお菓子を作るときはラカントを使用しています。炒め物だったり、今日みたいなすっきりした甘さに仕上げたいときは、このエリスリトールスイート5倍を使っています。飲んだときにちょっと味に深みが欲しいなと感じた方は、ラカントや砂糖、蜂蜜を入れてみてください。しっかり混ざったので、保存容器に移します。はい、めっちゃ大惨事になったので、皆さんは気をつけてください。もう初めからローと使えよって感じですよね。粗熱が取れたら冷蔵庫でしっかり冷やしてから飲みましょう。ストレートでも飲めるんですけど、私はシロップ2の炭酸1で割るのが一番好みでした。味はお酢のツンとする感じもなく、赤じその濃厚な味わいが飲みやすくてめっちゃ美味しかったです。お酢はもっと入れても平気そうなんですけど、胃に負担がかかってしまうかもしれないので、これぐらいにしておきました。赤じその健康効果は先ほどお話しした通りなのですが、お酢にも高い健康効果があります。お酢大さじ1を毎日摂取することで内臓脂肪が減るということもミツカンさんのホームページに公表されているし、食事と一緒にお酢を摂ることによって食後の血糖値の上昇を抑えたり、血圧を下げる効果があったりと様々な健康効果があります。このままごくごく飲めてしまう赤じそジュースですが、一番効果的な飲み方は食事中に摂ることです。なぜかというと、先ほど言ったように食後の血糖値の上昇を抑える効果があるので、食事中に摂取することでこの効果の恩恵を最大限受けることができます。飲む時の注意点ですが、お酢は胃に負担がかかってしまう可能性があるので、空腹時に急に飲むことはお勧めしません。また、お酢は歯のエナメル質を溶かしてしまう可能性があるので、飲み終わった後は軽く歯を磨くか口をゆすぐかしてください。飲む頻度は1日1杯で十分です。むしろ飲みすぎてしまうと、先ほど言ったようにお酢の効果で胃に負担がかかりすぎてしまうかもしれないし、糖質も摂りすぎになってしまうので、多くても2杯程度にしておきましょう。赤じそジュースを作り終わった後の赤じそでゆかりを作っていきたいと思います。ジュースを作った後なので風味はね、若干減っちゃいますが、十分美味しく作れます。使う材料はこちらです。残った赤じその葉をジップロックやポリ袋に入れます。塩を入れてしっかり揉み込みます。揉み込んでいると緑色のエヘリアンの血みたいな濃い緑色の液体が出てくるんですけど、これはね、全て捨てちゃいましょう。この中にリンゴ酢 50ml を入れて揉み込みます。赤じそにはアントシアニンという物質が含まれているんですけど、このアントシアニンは酸性の時には赤色に、アルカリ性の時には青色になる性質があるので、リンゴ酢につけておくことで赤じそが綺麗な赤色に戻るんです。しっかり揉み込めたので30分程度つけておきます。うっかり半日程度漬け込んでおいても大丈夫です。はい、30分経ったのですが、こんな感じです。これをカラカラに乾燥させるんですけど、天気のいい日に天日干しすれば 3,4 時間程度でカラカラにはなるんですけど、言うても天日干しできるような道具も場所もないと思うので、私もないんですけど、今回はね、フライパンとレンジを使って乾燥させていきたいと思います。フライパンにキッチンペーパーを敷いて赤じそを均等に入れたら火にかけます。フライパンを使うのがめんどくさかったら時間はね、多少かかっちゃいますが、最初から電子レンジだけでも OK です。なんとなく表面の水分が減ってきたなと感じたら耐熱皿に移します。これを電子レンジで 600W で5分加熱します。加熱が終わったんですけど、お皿がめちゃくちゃ熱いので取り出す時は気をつけてください。様子を見て、加熱ムラがありそうなので一度全体をかき混ぜておきます。追加で 600W で5分加熱します。様子を見て、いい感じのところもあるんですけど、まだなところもあるので追加で3分加熱します。オーブンでも試してみたんですけど、時間がかかりすぎたので電子レンジで作った方がね、いいと思います。こんな感じでカラッカラになったらミルサーで細かくします。ミルサーがない場合はすり鉢で細かくしてください。ミルサーもすり鉢もないって場合はジップロックに入れてひたすら細かくしてほしいんですけど、だと限界があるので結構粗くなっちゃいます。はい、細かくなったのでお好みで塩を小さじ1/2から1程度入れたら完成です。私は子供も一緒に食べるので塩は入れずにね、そのままにしています。大人が食べる時に必要であれば塩を少し振ってから食べています。塩を入れてないと風味も塩気も薄めなので、かなり優しい味です。大人が食べるとちょっと物足りなさを感じるかもしれませんが、子供用だと味的な意味でも添加物的な意味でも安心して食べられます。小松菜としらすやサバ缶とゆかりを炒めて混ぜご飯やおにぎりにして、子供の朝ごはんにもよく出しています。手軽に栄養が取れるのでめっちゃおすすめです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この赤じそジュースの保存期間は冷蔵庫で2週間程度です。多分1ヶ月でも持つと思うんですけど、1ヶ月経つ前に飲み切っちゃってるので正確にはね、わかんないです。納豆で保存性を高めれば半年から1年近く保存できると思いますが、今回は砂糖を使用していないので、念のためね、1ヶ月程度で飲み切っていただければと思います。赤じそジュースは今しか作れないし、健康効果がありすぎるので、ぜひね、作って飲み続けていただければと思います。この動画が誰かのお役に立てれば嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタン、コメントをいただけると励みになります。これからも太らないレシピを配信していきたいと思います。